エジプトとかチュニジア、モロッコとかなんか見てる人いるんでしょ？よく見てます。皆さんはちょっとびっくりしました。スーダンのこんな場所、そう、まあ、言いますか、ヘビ？ヘビ？ヘビの skin の、ヘビの皮 何に使うの？みんなヘビ skin の場所はたくさん見に来ました。頑張ります。こんにちは、カズです。こんにちは、マハムです。越境 3.0。 はい、ムハンマドさん、こんにちは。あ、こんにちは。久しぶりですね。はい、そうです、久しぶりですね。ムハンマドさんの YouTube チャンネルかなり好評で、再生数も増えてきたし、チャンネル登録者数も増えてきましたね。どうですか、 YouTube やってて面白いですか？そうですね、 YouTube チャンネル、私にとって最初は、最近は日本語使ってないけど、今のチャンネルはそれはいいチャンスだと思います。毎日日本語を使っていますので、ちょっとレベルが上がるだと思います。モハンマドさん、日本語すごい上手になったよね。僕、YouTube チャンネル、割と頻繁に見てますけど、モハンマドと愉快な仲間たち、どん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 レベルアップしてる感じだけど、どう、上達したなって思う？自分で。それはまだですけど、一生懸命頑張ってます。なんか最近、レベルの高い話で、日本の太平洋戦争の話とか、あと結婚式の話とか、日本の文化とか日本の歴史も最近話していましたので、たくさん情報をもらったので、それは日本語で、日本語の話すのは使ってます。なんかすごい難しい情報がたくさん出てきてるんで、まあ、最初はね、ムハンマドさんを見守る気持ちで YouTube 見てましたけど、なんか僕も勉強になってますよ、ムハンマドさんと仲間たちのやり取りが。そうですね、私も毎日勉強になりますので、うん、それは本当にいいだと思います。越境 3.0 オンラインサロンのね、仲間たちがモハンマドさんと一緒にあのチャンネル運営してんだけど、結構アラブ人の友達がたくさん見てくれてますよね。そうですね、アラブ人にもそれは練習になりますので、日本語も使ったらいいと思います。日本語学びたいって考えてるアラブ人結構多いみたいね。そうね。モハンマドさんのお友達で、例えばスーダン人以外で、エジプトとかチュニジア、モロッコとか、そういったところからもなんか見てる人いるんでしょ？そうですね。カタルも親戚があそこにいるので、よく見てます。あ、本当？カタールから。そうそう。すごいな。なんか、モハンマドさんのチャンネルは、アラブ圏21カ国の人たちに向けて、日本語を学びたいアラブ人に見てもらおうっていうコンセプトで始まったじゃない？まあ、いろいろとモハンマドさんが頑張ってコンテンツ作ってくれてますけど、これからなんか新しいこと始めるんでしょう？モハンマドさんのチャンネルで。そうですね。スーダンの生活について動画を作っています。スーダンのことを発信していくんだ、情報。そうそうそう、はい、それって日本人も楽しめるじゃん。そうですね、皆さんはいつもスーダンについて、スーダンはどう思いますか、スーダンはイメージはないので、スーダンのイメージについて皆さんに伝えたいと思います。そうだよね。僕はさ、スーダン6回行ったことあって、もう結構大好きなんだけど、モハンマドさんにもスーダンで会ってるしね。はい。でもほとんどの日本人は、スーダンのことイメージ湧かないと思うんだよね。最初は動画を作っていましたので、その動画を撮っていました。皆さんはちょっとびっくりしました。スーダンのこんな場所みたいな感じですか？だから、それは、それはちょっと皆さんは全然スーダンについて全然何も知りませんので。そうだね、鶏鳴いてるね。そうですね、コッコッコって鶏鳴いてる。モハンマドさんがなんか日本人に伝えたいスーダンってどんなところ？スーダンのシンプルライフみたいな感じです。あ、シンプルライフね。そうそうそう。僕はね、オムドゥルマンスークをみんなに見せたら面白いと思う。ああ、オムドゥルマンはあんまりあそこに行かないので。面白いでしょ。いつもたくさん人とか、たくさん車とか、だから、あんまり行きません。まあ、そこ混んでるからね、オムドゥルマンスープね。そうですね。でもさ、あそこなんかすごい変なものいっぱい売ってるし、ものすごいでっかいし、アフリカで一番大きな市場って聞いたよ、オムドゥルマンスープ。オムドゥルマンの人がそう言ってた。それは知らなかった。オムドゥルマンっていうのは、ハルツームのナイル川を挟んだ反対側の町だよね。そうです。モハンマドさんの家から車で行くと30分ぐらいかかる？家から35分ぐらい。
35分ぐらい。あの橋が混むでしょう。そうそうですね。だからバスで行った方がいい。渋滞すごいもんね。そうですね。モハンマドさんさ、オムドゥルマンスークをぜひこの映像に収めて YouTube で流してほしいな、うん、オムドゥルマンスークでモハンマドさんが値段交渉とかやってるような動画、いいだと思います。行きますよ。僕ね、昔オムドゥルマンスークでワニの剥製を買ったんですよ。そんなの日本じゃなかなか売ってないから、うん、そういうのをね、モハンマドさんビデオに収めてほしいんだよね。 OK です。日本の皆さん、こういうの見たことないでしょうって、これがナイル川のお土産なんですよっていうような。あ、どう思う、そういうの。それはいいと思います。今からドゥルマンとか歴史の場所とか、マフディモスクだっけ。そう、マフディモスクか。モハンマドさんさ、オムドゥルマンスークで日本人がこれ見たらびっくりするだろうなみたいなものってなんかある？蛇の剥製。蛇のスキンのみんな見たらびっくりする。蛇の皮が売ってんの。そうそうそう。蛇の皮 何に使うの、みんな。靴みたいな感じです。靴を作るんだ。そうそうそう。蛇の皮を市場で買ってきて、それで自分で靴を作るの。はい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 。ほんと。あとはどんなのがある、市場で売ってる面白いもの。スパイスとか。スーダンはスパイスがたくさん種類あるよね。そうですそうです。山みたい、うんうん、山積みになってたくさん売られてた、オムドゥルマン市場 で、ね、あとはモハンマドさんはスーダンのどういうところを視聴者の皆さんに伝えたいですか、日本人の皆さんに伝えたいですか。例えば、サッカーの場所。サッカー場、あれは、スーダンレスリング。スーダンレスリング あそこ面白いじゃん。僕2回行きましたよ、スーダンレスリング見に。私はたくさん行ってました。昔は日本のコーチがスーダンに来て、この日本人の方は私は一緒に通訳 していましたので、レスリングの場所はたくさんに行きました。あ、本当。あれね、はい、なんかスーダンの大使に話聞いたんだけど、日本の相撲の原点になってるらしいよ。日本の相撲がスーダンのレスリングを見習ったんだってよ。あそこ面白いよね。そうですね。あとはね、アフラモールとかどう？アフラモール。アフラモールはいいだと思います。うん、ショッピングモール。あとは多分ジャパンハウス。ジャパンハウス。多分柔道について少し話します。柔道。うんうん。ジャパンハウスで。ジャパンハウスって柔道とか剣道とか、あと書道とか、そういう発表会やってるよね。昔はそうだけど、今のはコロナの後に柔道だけだと思います。あ、今は柔道だけ。うん、コロナの前には書道とか剣道と空手と日本語部でたくさんアクティビティがありましたけど、コロナの後に今柔道だけやってます。ジャパンハウスで前スーダン人が作った日本語映画の悪天遊の試写会があって、はい、僕そこで悪天遊見ましたよ。そうそう、うん、昔は賑やかだったけど、今ちょっと、うんうん、コロナのせいで、うん、コロナ落ち着いたらね、ジャパンハウスもなんかみんなに見てもらいたいよね、はい、うん、ということでね、今まではアラブ圏の人に向けてモハンマドさんと日本人の仲間たち、うん、オンラインサロンの仲間たちが日本語を教えているという YouTube だったんだけど、これから内容をリニューアルしてモハンマドさんがスーダンのことを日本人にたくさんスーダンの生活を伝えていくと。そうです、はい、頑張ります。モハンマドさんの YouTube チャンネルのこれからについて意気込みをみんなに伝えてください。皆さんこんにちは。モハンマドの日本の愉快な仲間たち、チャンネルを登録していただく展開、時間があったら動画をぜひ見ててください。ありがとうございます。いえいえいえ、はい、ということでぜひ皆さん、モハンマドと日本の愉快な仲間たち YouTube チャンネルをチャンネル登録して、スーダンの生の生活をお楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いします。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございます。せーの、 Here we go! Go!